しゃ、畳みかけるぞ。いや、いい、任せてくれ。セット。さてと。あ、行くぜ。任せてくれ。さあ、いや、任せて。行きます。えい、俺の番だな。ふん。お、行くぞ。えいっと。えい、そこ行きます。えい、俺の番だな。ふん。よし、やっと。まだまだいける。
始めましょう。アイサー、俺の番だな。やっ、今だわ。みんな行くわよ。はい、アイサー。ああ、しかしここです。いや、任せろ。ああ、行きます。あ、よし、えいっ、これが俺たちの力だ。
ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。オッケーです。了解。行くぞ。セイディア。そこ。なんとかなったわね。
りました。はい、行くぜ。あ、私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。行くぜ。私の番ね。俺の番だな。お、任せてくれ。エンクマ、駆動。行きます。ドライブ開始。俺の番だな。やっと。よし、もう大丈夫だ。
ここなら釣れそうだな。
行くぞ。エニグマ、駆動。私の番ね。私の番です。エニグマ駆動。行くぜ。エニグマ駆動。私の番です。よっしゃ、畳みかけるぞ。やりやす。任せてくれ。よっ、いや。私の番ね。そこ。俺の番だな。ふん。チャンスです。皆さん、お願いします。了解。入った。わかったわ。あっ。あっ。そこ。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。行くぞ。えいっは。私の番。チャンスです。皆さん、お願いします。えい。了解。おう。あっ、そこ。はっ。データ収集終了しました。釣れそうだな。それ。こんなもんかな。
こんなもんかな。それ。集団との戦闘を開始。行くぞ。さて、エニグマ駆動。俺の番だな。行きます。エニグマ駆動。よかった。
ロイドです。お忙しいところすみません。今大丈夫です。ああ、一区切りついたところだが緊急の要請が入っ、いえ、ロイドさんたちに直接頼りたい。貿易商のハロ、ああ、知り合いだけど。それが市内のパレードを見ている最中、お子さんが前、そうか、どこで待ってもらってる。警察本部の近くにある噴水の前、どうやらその近辺。わかった。はい、どうしたの。なあ、貿易パレードの最中に。今日の人出だとってことは。なあ、警察本部。ここなら釣れそうだな。それ。こんなもんかな。
皆さん。どうも、お久しぶりです。そのパレードを見物していたら。そうなんです。私がしっかりしていなかったから、あの子が、ゴデンが。ソフィア、落ち着きなさい。すみません、皆さん。息子とはぐれたのは3時間ほど前。この広場でパレードが通過するのをちょうど見物している最中でした。すぐに妻が気づいて、2人でこの辺りを一通り探したんですが、見つからなくて、思い余って警察を頼らせていただきました。いえ、よく相談してくれました。どうやら私たちで手分けして探した方が良さそうね。ああ、巡回中の警官もそうなると割り振りを考える必要がありそうだ。そうですね。ま、別々に探して通信で連絡を取るのが一番だろう。私もお手伝いさせてください。でないとあの子が、コリンが。落ち着きなさい、皆さん。私たちは一旦住宅街にある自宅に戻ります。その近辺の捜索は私の方で一通り行いますので。なるほど、その方が効率的でしょうね。自分たちは手分けして他の外交を一通り探してみます。それから息子さんの手がかりになるものを、何か写真があれば一番ですけど。あ、ちょうど記念祭で撮った写真を現像してもらってたんです。確かここに。美人さんですね。コリン。ほら、一旦家に戻ってコリンが帰ってくるのを待とう。ひょっとしたら家の方に戻ってくるかもしれないし。でも、あの時みたいなことがあった。大丈夫だ。もう絶対にあんなことは。あの時、何か事情があるみたいで。すみません、取り乱してしまって。そのちょっと事情が。いや、気にしないでください。そうだ、写真の他に普段コリン君が持っているうちには警察犬もいますので、匂いでたどれるかもしれません。おお。じゃあこれを。あの子の持っていたぬいぐるみです。あ、ミッシーのぬいぐるみですか。それではお借りしておきます。まあ焦ったって仕方ない。街の中にいる限りは安全だろうし。はい、それでは皆さん、息子をよろしくお願いします。さてと、どう手分けするかだけど、その前に。はい、呼んでみます。サイド、サイド、来て、来て。サイド、来てくれたか。お疲れ様。自分が来たからには大船に乗った気分でいるといい。その幼子の匂いは完璧に嗅ぎ当ててみせよう。助かるよ。っていうか、来たばかりなのになんでそんなに詳しいんだ。やれやれ、相変わらずとんでもないやつ。まあ、それはともかく、この広いクロスベル、どう分担して捜索しましょうか。私はサイトに同行します。彼の言葉を分かる人間がついていた方がいいでしょう。そうだな。だったらティオにはこのぬいぐるみを渡しておく。サイドにコリン君の匂いを探ってもらってくれ。了解です。俺たち3人は手分けして外交担当しよう。
俺は歓楽街から裏通り、中央広場、駅前通り、それから西通り。エリーは行政区と公安、そんな分担でどうかな。あら、あなたの担当だけ相当広い気がするけど。いや、行政区も公安区も広いし、旧市街だって入り組んでいる。なるほど。ま、とりあえずその分担で進展があったらお互い通信で連絡を取ればいいんだな。ああ、そうしよう。それではコリン君の捜索ミッション。さてと、俺の担当はこの歓楽街と裏通りと中央広場と駅前通りと西通りになるか。闇雲に回っても仕方ないから。あれ、お客さんが…そうか、午後のステージはもう終わっているのか。ロイドさん、あら、どうかしたの？イリアさん、リーシャ。なになに、私たちに会いに来たの？夜のステージまで時間があるから、一緒にお茶でも飲む？あ、いや、仕事で立ち寄ったんです、実は。それは心配ですね。確かにここって子供の楽しめる場所ではあるし、公演中に紛れ込んじゃった可能性はあるかもしれないわね。よし、ちょっと待ってなさい。休憩中のメンバーにも声をかけて、入り込んでないか確かめてみるわ。そこまでお願いするつもりじゃ。ミリアさんって思い立ったら一直線ですから。私も見回ってきますから、ロイドさんはここで待っていてください。とりあえず劇場の中にはいないみたいね。すみません、お力になれなくて。いや、そんな。こちらこそお手数かけました。
そのくらいいいわよ。一応劇団長と支配人にも男の子のことは伝え、もし保護したら。ああ、それが確実だと思う。ありがとうございました。夜の公演も頑張ってください。弟くんの方もね。ロイドさん、またいらしてください。Thank you.
こちらロイドです。こちらランディ。東通りは一通り調べた。ギルドの受付にも聞いたが、それっぽい手がかりはないな。わかった。こちらも引き続き。あ、ヤギさん。